皆さんこんにちは、こんばんは。今日ねご紹介するのはトミカでございますね。トミカといえばミニカーで有名ですけども、車だけじゃなくて、それ以外にもねいろいろ変わり種のものをね、出してます。で今日ご紹介するのはすでにね、パパジージーさんとかあとねパンゾーさんとかがね、もう動画でねレビューされてますけども、私もちょっと欲しくてね手に入れたのがこの JAXA はやぶさ2ね宇宙物でございます。74分の1ということでね、非常に私宇宙とかそういうの好きなんで買ってみました。じゃあ早速ねこれ私開封していきたいと思います。ジジコモの動画ギャーギャーギャー。はい、じゃあね早速このペリペリをね、ペリペリなかなかこうねトミカで私こうペリペリに包まれてるのをね、見たことがないんですけども、なんか新鮮ですねペリペリを取るとね。はい、こんな感じで箱はねこんな感じではやぶさ2の絵がね描いてあります。はい、じゃあ早速ね開けてみましょう。どんな感じかな。おー、じゃんじゃじゃーん。おー、なんかね、パーツにこう分かれてるんですね。なるほど、なるほど。あ、で、ここに組み立て図があるということで、じゃあ早速、組み立ててみましょう。はい、組み立てるとね、こんな感じになりました。台座がついてますね。はい、これ、はやぶさでございます。はい、くるくるくる、くるくるくるっと、はい、こんな感じで。はい。でね、結構ね、なんか、全部がプラスチックなのかなと思いきや、ちょっとねこのコアの部分だけがどうもねなんかダイキャストみたいで、真ん中だけがね結構ねずっしりと重い感じがします。はい、なかなかねいい感じですねこれね。宇宙物楽しいですね。うん、結構ねこれ部屋に飾っておくとテンションが上がるかもしれません。こんな感じです。一つねまずこれを紹介しました。 JAXA のはやぶさ274分の1でございました。はい、でもう一つね私がね面白いなと思って買ってきたのがポケモンとのコラボのねものなんですけども、ポケモンとのコラボのねいろいろあのトミカのねミニカーだとかっていうのはたくさん出てるんですけども、まあその中でもねそのポケモンの中でも私が好きなこのリザードンがショベルね、このショベルカーと融合してる合体してる感じのコラボってる、まあ、ショベルですね。これがねありましたんで面白いなと思って買ってきました。じゃあ早速ねこれも開封していきたいと思います。これもねペリペリに包まれてるんですよね。最近のトミカってこうみんなあの新しいやつはペリペリに包まれてるんですかね。なかなかねこれはいいですね。あの開封したっていうね実感がありますね。はい、こんな感じでね、ここリザードンの絵がありますけども、ショベルのねどうも頭こっちにかけてこうリザードンのねこう形になってるということみたいなんですけども、なかなか面白い商品ですね。じゃあ早速ちょっと開けてみましょう。おー、ということでこれがね、リザードンと融合している、ね名前はというとねメガリザードン Y ストロングアームということで、リザードンと融合したこうね油圧ショベルみたいになっております。じゃあ早速ねちょっとこれね、クローズアップしてねディテールを見ていきたいと思います。はい、全体の形はね油圧ショベルの形をしてるんですけども、このね配色とかで、この先っちょがねバケットってすくうやつじゃなしにこうねハサミタイプになってて、顔がねこうリザードンを模してるっていうような感じみたいですね。はい、正面から見るとこんな感じです。でここのね、胴座これがね上がり下がりします。でここがまああのリザードンの爪なのかな、なんかそんな感じでね。はい、で一応こうフロントがこうブームとアームがこう動く形になってて、口もねここ挟めるように、これがちょうどそのリザードンの顔をもう模擬してるようなね感じです。上もちょっとこうね動く感じですね。こんな感じで動きます。はいね、だから首がこうちょっと曲がる感じなのかな。はい、こんな感じでね。でショベルなんでね、これがねずっとこう旋回します。180度ね
旋回します。で、裏側はこんな感じで、履帯の部分はね、これゴムになってて、まあ、通常のブルドーザーのねトミカなんかと同じようにこうね動きますということですね。なかなかね面白いですね、こういうポケモンとの、まあ、コラボで、商品化されているということで、名前がですねメガリザードン Y ストロングアームと、このストロング強いアームね、ストロングアームということです。ポケモンのリザードン自体をねご存知ない方はこれパッと見てもね、なんのこっちゃなと、恐竜みたいな顔しとるなぐらいなんですけども、ポケモンのキャラクターをよく知ってる方はねもうこれ見た感じで、おリザードンだみたいなねことで結構ねテンション、お子さんなんかテンション上がるんじゃないでしょうか。ちょっとね、ちっちゃいお子ちゃまの お誕生日とかなんかね記念の時に、こういうのプレゼントしてあげるとね、喜ぶかもしれませんね。はい、ということで、ポケモンとコラボしたトミカの商品、メガリザードン Y ストロングアームの紹介でした。はい、ということで今日はね2つの商品、トミカの2つの商品、ジャクサのね、はやぶさ2と、それからポケモンとのコラボのね、なんだっけメガリザードン Y ストロングアームね、2つを紹介しました。大人でもね結構こういう商品ってテンション上がりますよね。興味ある方ね、おもちゃ売り場とかで探してみてください。それじゃあまた。